次はわしのところまで来るのじゃ。7分。お宝をすべてね。ふむふむふむ。お宝やね、必要なのは。これはね、最後までほっといても大丈夫。突進の方が早いな、圧倒的に。で、こいつを抹殺。こいつの抹殺がしたいわけじゃなくて、ここの戦ってる青ピクミンを回収したいから。青は弱いな。倒せるやろ。さすがにまずいな。こいつらは寿司を使えば、寿司じゃね、あそこ、あれあれあれ、やっぱこれ倒さんときつい感じやな。それを考えたらやっぱこれやね。シェリーを任せて、でさすがにこいつをぶっ倒す。全員でやれば1回で倒せそうだな。さあ、あ、倒すともう1個もらえんのか。なるほどね。で、ゴーッと張りてへん。よし、オッケー。倒すともう一個もらえるから、とっととぶっ倒そう。
やっぱ固めね、普段と違うんだよな。あーきついな。きっつ、きっつ。寿司が重いんだよな、思ったより。このまんま降りてゲットして、で飛んでるのだからそこ壊す必要がないはず。で、抹殺。あそこももう壊さなくていいんだよね。これで葡萄を よし、ショートカットできてるな。あと15秒はよ。あれ15秒じゃなかった。何秒や、2分45。はよ。まだいける？はよ！はよ！
よし、あー2分30だっけ、結構ギリギリ。わしんところまで来るんじゃ。コンプリート。よし、フォフォフォ、合格じゃ。次の回で待っておるぞ。終了。さあ、これで4までプラチナ5。これはあれだね、白ピクミンのとこだね。白き宝珠を授けよう。ここはね、結構回り道してくるから、順番を間違えないように。まずはスイッチを押さんとどうしようもないスイッチ3つ。勘弁して。で、7あるね。白で。地面を歩くとね、すっげえびっくりするような回り道してくる。早めに攻撃できないのであれば、一応全部7ずついるんだよね。あと2個か。さあ、これで、あ、やつを抹殺して。測るなあ、これ。3回か。間違えたね。
あのやっぱあかんね。無理やりいけるかっていうのを何も確認してない状況じゃやったらダメだね。2分じゃないね、もうちょいあるね。ただ結構な距離だな。羽ピクでもそんなショートカットできん感じか。45秒か。2分で持ったんで、逆に言うと45秒から逆算して何秒までにた、おっとショートカットでき、あ結構したね。ということは45秒だからあと20秒、2分半いかないぐらいまでにたどり着かないとダメということで、45秒、あかんねえ。やっぱさすがに花にせんと。厳しい、ここも厳しいな。これでもう無理なんだよ、ね、そもそもあれ取ってない。きっついきっついめちゃくちゃきつい。まずこれ、で邪魔してくるこいつをまず抹殺。で、こっち。で、ここで、よっ、この合流メンバーとともにもう殺しに行きたい。全然来てない今危なかったね。で、一応ね、近場しか残ってないんで、どうやらあいつをスルーしてくれたようだ、うまく。で、
これでもう一個あるな。あれもか。しかしさすがにこれの分咲いちゃうと数が少なくてきついね。一回怪獣に行かんときついか。よし行くぞあ、2回で倒せたらいいが、2回は厳しいので3回やな。あれ2回いけそうやろ。あ、2回でいけたのはでかいな。白どっちの方が早いんやろな。もうあと間に合ってくれと祈るだけです。ちょっとでも助っ人出すか。よし、ナイスショートカット、ナイスショートカット。よし、いった。結局はあれだね、一番そこのアイテムをいかに早めに持っていくかか。よし、残り時間2分7秒でコンプリート。あーきつい。ほれぼれするような手際の良さじゃ。さあ半分終わった。残りは6、4分、短め。あーこれね、本編中でもいけそうだったもんね。さあここはもうね、なんかまだ覚えてる。まず5を投げる。別に5以上でもいいです、大して問題ないんで。で登って、ここは1だけ投げる。呼ぶで、ここに持ってきて、5上げて、5氷のタイミング悪かったらしいっす。これがね、前回は運が良かった、一発でいけたんだよね。加速加速ちょっとでも。で、ここは刺してそのまんま飛ぶ。うん、でこれ投げて、でもこれで OK でしょ。よし、2分だときついが、
よし、楽勝だったね。これはもう20秒ぐらいは縮められそうだね。ここは楽勝。コンプリート。そういえばね、あの自分があの世界ランキングにつながってどれぐらいの位置か分かるって機能が 3DELUXE にはあった気がするんだけど、それはないんだね。見事な段取りであった。